皆さん、こんにちは。今日もフィリピン・パラバン島、フェルト・プリンセサの自宅のこの庭に置いてるね、アズマや雲の中からお送りしています。例によって横にはね、愛犬パオが尻向けてる。今昼前なんですけど、今日もこの近くのね、うちの工事現場、塀を今作ってるとこなんですけど、そこに行ってきまして、もうほとんどもう塀は終わっててね、ゲートの色を塗ってたりとか、あとは塀の上につける、その、なんていうのかな、防犯用のワイヤーとかね、その工事をしてたんで、まあ大工にね、一人に、もうすぐ終わるね、って言ったらね、なんかちょっと寂しそうな顔してるんですよね。まあ彼ら結局、まあ言い方悪いけど日雇いなんで、工事終わっちゃえばね、あとはまた仕事が舞い込んでくるまでは、仕事がない、イコール収入がないってことになるわけなんですけれど、まあ二人の大工はね、あそこの現場の窪に住み込んで、煮炊きして、あの水道でシャワー浴びてって言ってね、頑張っててくれた彼らのね、一人がちょっと寂しそうな顔してるのを見て、僕のあの昔ですね、東京の台東区の下屋ってところに、1年ぐらいいたことがあるんですね。まあちょっと彼女のところに転がり込んでただけなんですけれども、近くにね、まあ下町なんでね、遊びどころ吉原なんかも歩いてすぐのところで、その吉原からちょっとあの離れたところですね、北側に行くと山谷って言われてる地帯が広がってるんですね。住所で言うと確か日本包みって言ったのかな。で、山谷にはね、いろんなところ、全国から日雇い労働者が集まってます。特にあの、東北の方から。まあ、大阪にはね、別のそういう労働者が寝泊まりして生活してるようなとこありますけれども、東京の場合、山谷に集まってるんですね。で、その下谷に行った時にね、山谷まですぐ、あの、南千住って駅の方にね、歩いていくと、途中、涙橋っていう、明日の城にも出てきたね、涙橋。あの、あそこに出る前に、その日本包みを抜けるわけなんですけれども、そこでね、なんていうのかな、もつ焼き屋みたいなのがあって、その山屋の中に、まあ、日雇い労働者が、ちょっとコップ酒飲んでね、焼き鳥つついたりとか、なんかもつの煮込み食べてるような、そういうところなんだけど、そこのもつの煮込みもうまくってね、僕たまに行ってて、そこで一人、ちょっとね、同じテーブルに座ったその労働者とね、話をしたことがあって、で、その人はね、東北なんですね。どこつったかな？岩手だか青森だかから、まあ農家なんだけれども、冬の間ってこう雪に閉ざされてしまうんで、やることないですよね。収入もないですよね。で、東京に出稼ぎに来てたって、それがもう十数年前って確か言ってたと思うんだな。で、まあ、その自分のふるさとにね、仕送りをするわけですよね。工事現場で働いて日当稼いで、で、国に送るってことなんだけれども、あ、そうって今年も帰るんだね。それ、いや、俺は帰ってねえんだよ。で、どういうことって言ったら、もう何年もね、帰ってないんですって。だから、そのね、男性の家族にとってみれば、なんていうのかな、お父さんが行方知れずになったみたいな状態らしいんだけど、それでも、たまに余裕があるとお金送ってるってたけど、でも毎月ね、当てにしてるはずなんだけど、まあ夏場はね、その父ちゃん抜きで農家の仕事頑張ってんのかな。まあその人とね、いろいろ話をしてて、うん、なんか切ねえなって思ったな。ちょっとそれとね、あの工事現場で働いてる大工がダブってしまったということもあって、あ、また愛犬パオが暴れておりますが、ちょっとね、山谷のことなんか思い出したな。山谷って言ったらね、岡林信康ですね。今ちょっと愛犬パオがね、吠え狂ってたんで、前はね、トライシクルと子供が撮ったんでね、今、うちの中に入れてきました。何の話してたんだっけ。あ、山谷だ、山谷。岡林信康ね。今日の仕事は辛かった。あとは焼酎を煽るだけ、どうせ山谷のドヤ住まい、
他にやることありゃしねえ、一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい、泣いて泣いてみたって何になる、今じゃ山谷がふるさとよ、麹終わればそれきり、お祓い箱の俺たちさ、いさいささんやの立ちんぼ、世間恨んで何になる、人は山谷を歩く言うだけど、俺たちがいなくなりゃビルもビルも道路もできゃしねえ、誰もわかっちゃくれねえか、てな歌がねあってね、それがね、まあなんていうのかな、その山谷でもつ焼き屋と会った おっちゃんとね話してる時、もろとこれのままだなと思ってね、そのおっちゃんもね東北のうちに帰りたいんでね、息子や娘の顔も見たいだけど、まあおっちゃんの心境も複雑だっただろうな。まあでもうちの工事現場で働いてるね大工は、一人はね家族があそこから74キロ北に離れたところで待っていて、まあもう一人はね奥さんいないんだけど、まあその親族と一緒に住んでてって感じでね、家族のために一生懸命働いてる。だからもうすぐ終わりだねって言った時のあのね寂しそうな顔っていうのがなんかね、まあでもね、またもうちょっと約1ヶ月すると今度ねうちの方のね建築工事が始まるんで、またみんな揃ってね笑いの絶えない現場でやっていければいいなぁなんて思ってますね。なんで山谷ブルースとか今日歌ってんでしょうね。なんかそれがね本当に思い出されたって感じかな。僕がいくつの時、中学生ぐらいの時に聞いたのかな、山谷ブルースって。その時まだね、そんなその歌の内容っていうのがねよくわからなかった。ただこの労働者のなんか悲哀を歌ってるような歌なのかなと。面白い人でしたよね、岡林信康ってね。なんかこう、社会に背を向けてるって言ってね。まあ、フォークソング大前世の頃だからね。何かね、岡林信康ってね、面白いなってな。姉は陰梅、妹は芸者、末のちょろまた博打打ち、兄貴は火そばで骨拾い、おいら上野で木拾い、こんな一家に誰がした、でべんべんっていうなのがあってね。がいこつがへらへら笑ってこいた、どうせお前らみんなくたばって、おいらみたいになっちまうのによ、誰が偉いもあるもんか、とかね。すごいでしょ、どうせみんなくたばって骸骨みたいになっちまうんだからって、誰が偉いも何もねえよっていうようなね面白い歌だったな。なんかねここのとこ、まあいろいろ昔のことも思い出し
特に大工なんかとね、まあ、ちょこちょこっと話してて、いろいろ感じることなんかもあって、暮らしっていうのかな、人々の暮らし、人々の生き様、ちょっといろいろ考えますね。まあ僕は変わらずね、このままやりたいことやっていくしかないんだけれども、でもいろんな人に優しくありたい。優しくあるためには強くなきゃいけない。っていうことですよね。頑張ろう。今日何言ってんだかわかんないけど、今日この辺で失礼します。